今日もクレソンを探しに、クレソンじゃないわ、セリを探しに来てるんですが、ないんですよね。セリってないんですよね。しょうがない、セリがなかったんでパクチーしか。ベトナムのフォー作ります。やっぱりベトナムフォーなので牛肉を入れます。できました。はい、それではいただきます。最近セリ取りに行ってるんですが全然取れません。なので今日はパクチーで
4作りました。先に乾杯。まあこれ本場のベトナムから取り寄せた麺なんで、味は向こうの味だと思います。食べてみます。牛肉をね、向こうは赤身の牛肉ですけど、さっと、まあできたとこに入れるんですけど、まあそんな感じで作ってみました。いただきます。うん、美味しいです。あっさりしてます。やっぱり向こうの麺は米なんで、はい、美味しいですね。パクチーも効いて、本当はバジルがあればいいんですけど、バジルこの時期ちょっとないんで、僕はフォー好きなんですけどね、あっさりとしてとても美味しい麺だと思います。牛肉も旨味も加わり最高です。美味しい。たまにはありです。ほう。